第10、みめぐみのもと。1、大御心。太平の世が続いて、国民が日々の仕事に勤しむことのできたのは、ひとえにみめぐみのおかげでありました。にぎやかな江戸と華やかな長崎、その間にはおごそかな京都があって、昔の姿を伝えていました。京都とその付近一帯を上方と言ったのも、京都が都であったからであります。幕府では家康が御所をご増築申し上げたり、御陵を建て祀ったりしてから、家光や綱吉らもこれに倣って朝廷を敬いました。家信は白石の意見を入れて、宮家の御創立を奏上しましたし、やがて将軍吉宗は幕府の建物に御所を真似たところがあったので、これを取り除いて、慎みの心を表しました。その後、天明年間には京都の大火で恐れ多くも御所が焼けましたので、時の老中松平定信は将軍の命を受けて、立派にこれをご造営申し上げました。しかし、その幕府も自分の勢いを張りたいために、朝廷に対し随分申し訳ないこともしているのです。京都諸子大という役目を置き、細々と規則を作って、朝廷のご政治やご日常に差し出がましい振る舞いに及びました。恐れ多くも、朝廷では寛永3年、御水の天皇が二条城へお出ましになって以来、2340年の間、行幸の御ことも御心のままにはならない御ありさまでありました。嵐山の桜が咲いても、高尾のもみじが色づいても、これをご覧になることができなかったのであります。幕府は、西国の大名が参勤交代の時に京都を通ることを禁じています。そこで国民の中には、幕府のあることを知って皇室の御恵みをいただいていることに気づかない者が多くなっていくというありさまでした。みよみよの天皇は、こうした幕府のわがままを負い戒めになるとともに、常に民草を追い慈しみになり、また学問をお励ましになって、我が国の正しい姿を明らかにするようになさいました。御用勢天皇は、朝廷の御儀式に詳しくいらせられ、日本書紀の神代の巻を印刷して世にお披露目になりました。御水の御天皇も、和歌をはじめ、国史、国文、制度などを深くご研究になりました。こうして、御二代の間に学問の盛んになる元意をお気づきになりました。さらに、第110代、後光明天皇は、御幼少の時から日課を決めて学問にお励みになり、御年11歳で御位をお継ぎになりました。常に公家の気風をお引き締めになり、また幕府のわがままを追い戒めになりました。御父、御水の御上皇がご病気におかかりになった時のことであります。天皇は大層ご心配になって、直ちにお見舞いのためお出ましの旨を仰せ出されました。すると時の諸子大、板倉重宗が、幕府に問い合わせる間、しばらくのご猶予をお願い申し上げましたので、朕の外出がそれほど気がかりならば、皇居から上皇の御所まで長廊下をつけよと、厳しく重宗を追い戒めの上、親しく上皇をお見舞いになりました。また、天皇が剣道をお好みになるので、重宗は、江戸に聞こえると困ったことになります。おやめくださらないと、臣は切腹いたさなければなりませんと、
おそばの者まで申し出ました。では、早速切腹せよ。まだ武人の切腹を見たことがないから、親しく見物するであろうとの仰せであります。さすがの重宗もすっかり恐れ入って深くお詫びを申し上げたということです。こうして幕府の差し出がましい振る舞いを厳しく追い増し目になったので、幕府もだんだん慎むようになりました。綱吉が将軍に任じられると、やがて朝鮮から祝賀の使節が来ました。その際、霊源天皇は我が国の風をや仰ぐ駒人も、今年千里の波地分け来て、とお読みになり、使節の来朝を国威の輝きとしてお喜びになりました。東山天皇の御世には日照りが続いて鴨川の水も乏しくなり、あたりの百姓は農作に困ったことがあります。天皇はこれを聞こしめし、わざわざ御所の引き水をお止めになって、少しでも田が潤うようにお計らいになりました。百姓たちは二恵みに感激して、毎朝仕事を始めるに先立ち、はるかに皇居を伏し拝んだということであります。第115代桜町天皇も、常に民草の上をお思いになって、思うには任せぬ世にもいかでかは、なべての民の心休めん、とお読みになり、第116代桃園天皇は、神よより、よよに変わらで、君とおみの、道すなおなる国は、我が国と、お読みになって、君臣の分、我が国柄の、たっとさを、はっきりとお示しになりました。やがて、第119代、光覚天皇の、天明年間には、数年にわたる大飢饉があり、食に飢えてさまよい歩く谷草が年とともに増えました。天皇は深くご心配になって、谷草に露の情けをかけよかし、用も守りの国の司は、とお読みになり、谷草の苦しみを救うよう、国々の大名をお諭しになりました。幕府がとかく目先のことばかり考えて、その本文を忘れ、勝手な振る舞いをしがちであるにかかわらず、いつもこうした御恵みを賜っていることは、まことに恐れ多い極みであります。2. 名藩主。諸大名の中には、朝廷の深い御恵みのもとに、国の司であることに目覚めて、それぞれ領内の民をいたわり、政治に励む者が少なくありませんでした。一般に大名が自分の領地を治める仕組みを藩政と言います。家光の世が終わる頃まで、幕府の取り締まりが特に厳しく、大名の移動も激しかったため、藩政はあまり振るいませんでした。しかし、やがて世の中が太平になり、取り締まりも緩やかになると、諸大名は落ち着いて政治に励むことができるようになりました。家光の頃すでに、岡山藩主池田光政や、会津藩主星名正幸のような名藩主が現れ、学問や産業を起こして立派な地籍を残しています。ことに正幸は厚く神を敬い、正しい学問を起こして会津藩の美風の元井を開きました。しかし、一般に藩政が振るうようになるのはもう少し経ってからのことであります。家継の後を継いで、将軍に任じられた吉宗も大名の出身で、いわば藩を治めた腕前を
将軍の政治に発揮した人であります。吉宗は親藩の紀伊家に松氏として生まれ、14歳の時、ある小藩の主となりました。下々の生活を思いやって、自分も質素な生活を続け、産業を起こして、よく領内を治めました。常に皇室を敬い、話が朝廷の恩ことに及ぶと、必ず居住まいを正したということであります。二人の兄が相次いで病死しましたので、紀伊家へ帰って藩主となり、よく大藩を治めました。やがて家継が幼少で亡くなり、世継ぎがないため迎えられて、徳川の本家を継ぐことになりました。中帝天皇の享保元年、吉宗が将軍に任じられると、まず倹約を進め、武士を励まして、武士の気風を引き締めました。また、大岡忠助を江戸の町奉行に用いるなど、裁判を公平にし、貧民のために病院などを建てて、人々をいたわりましたが、特に力を注いだのは産業の方面でありました。農業が産業の元であることを考え、諸国の耕地を調べて、水利を良くし、神殿の開墾を進めて、ひたすら米の増収を図りました。こうして、吉宗一代の間に、耕地の面積も米の産額も目立って増えましたので、人々は吉宗を米将軍と称えました。これまでも幕府や大名の努力によって開墾はかなりに進められたのですが、吉宗の代になって全国の耕地面積はおよそ300万町部に達し、秀吉の時に比べて約2倍となりました。吉宗はまた、さつまいもの栽培を諸国に広めて、飢饉に備えるとともに、朝鮮人参やサトウキビの移植を試みて、金銀が海外に流出することを防ぎました。諸大名も吉宗に倣って、それぞれ産業の発達を図り、国々の特色ある名産が、次第に増すようになりました。このように、吉宗は良いと思ったことをよく実行しました。幕府の財政を整えるために、参勤交代の掟を一時緩めたことさえあります。また、産業を発達させるには、ヨーロッパの学問を取り入れることも必要であると考え、天子教に関係のない要書に限って読むことを許しました。特に青木昆陽を長崎へやってオランダ語を学び、天文学を研究して農業に必要な暦の改良を企てさせました。だいたい紀元2400年頃のことです。我が国民は、昔からいろいろ工夫することに優れ、元禄の頃には、関高一という偉大な算数の学者も出ています。吉宗が要所の禁を緩めると、理数の学問に対する国民の研究熱は一段と高まっていきました。やがて第117代、御桜町天皇、第118代、御桃園天皇の御世の頃から、杉田玄白や平賀源内らが現れ、医学や電気学の発達に力を注ぎました。源内の作った発電機には、オランダ人も目を見張って驚いたといいます。さらに、光覚天皇の御世には、林士平や伊能忠敬らが出て、地理の学問を起こしました。紙幣は開国兵団という本を表して解剖の必要を説き、忠敬は極めて正確な
日本地図を見事に作り上げました。佐藤信弘や二宮尊徳が農業の学問を進めたのも大体この頃のことです。これらの学者はいずれも労苦を積んで国のため世のため学問に励んだのであります。光覚天皇の御代に幕府では家斉が将軍に任じられ、松平定信が老中になって政治を助けました。吉宗が将軍職を退いてから約40年後のことで、当時幕府の政治も人々の気風もだいぶ緩んでいました。定信は慶喜の孫にあたる人で、松平氏を継いで奥州白河の城主となり、よく領内を治めて人々に慕われました。やがて老中を命じられると、倹約を進めたり、文武を励ましたり、もっぱら吉宗の方針に倣い、真心込めて政治に励みました。節約させて残った米や銭を飢饉に備えさせたのも治世の一つです。こうして幕府の政治も人々の気分もひとまず引き締まりました。吉宗や定信が立派な政治をすることのできたのは、皇室をたっ飛び藩主であった頃の苦労を忘れず、真心を込めてことに当たったからです。この頃国々でも優れた藩主が続々と現れました。中でも米沢藩主上杉晴則と熊本藩主細川重忠とはいずれも学問を進め産業を起こし人々をいたわって東西に名藩主の誉れを残しました。ところで、この頃我が国は、もう国内の太平にばかり休んじていることができなくなりました。海外の形勢がすっかり変わって、イギリス、フランス、ロシアなどの強国がしきりに東亜を侵略し、我が国へもだんだん迫ってきたのです。紙幣が開国兵団の中に、江戸の日本橋とヨーロッパとは、水でつながっている。相手が攻めようとさえ思えば、どこへでも上陸することができると述べて、国民を戒めたのは、寛政3年、紀元2451年のことでした。しかも、翌年、果たして、ロシアの船が根室へ来て、通商を求めました。さすがの定信も、大いに驚いて、沿海諸国の大名に海防を命じるとともに、5年には自分で伊豆相模などの海岸を巡視しました。間もなく定信が職を退いて、家斉が自分で政治を取りました。しかも家斉はこの大事な時に気が緩んで贅沢な生活にふけり、幕府の勢いは次第に衰えるようになりました。3. 国学。万一諸外国が日本に攻め寄せた場合、何よりも大切なことは、国民がたっとい国柄をよくわきまえ、心を一つにして敵に当たることであります。それには、国民が国のため、正しい学問をして、大和心をしっかりと持っていなければなりません。こうした正しい学問を進めた人に、徳川光圀や元折宣長らがありました。皇室の御奨励によって、学問はまず京都を中心に発達しました。家康も政治をするには学問が必要であると考え、学者を招いたり、古書を出版させたりしましたので、学問は江戸でも次第に盛んになってゆきました。ことに綱吉は江戸の湯島に
幕府の学問所を開き、熱心に学問を奨励しました。こうして元禄の頃には、上方にも江戸にも名高い学者が続々と現れました。諸大名の中にも学者を招き、学校を起こして藩の教育に努める者が年とともに多くなりました。分けても審判の水戸藩主徳川光圀は皇室を尊び神を敬い、日本のため正しい学問を打ち立てることに努めました。光圀が生まれたのはちょうど浜田弥兵衛が台湾でオランダ人を懲らしめた頃のことであります。光圀は家康の孫にあたります。しかも幕府がわがままであることをいつも心配していました。毎年元旦には礼服に身を正して遥かに皇居を伏し拝み、また常に家臣を戒めて、我々の主君は天皇であらせられる。将軍は徳川の主であるに過ぎない。この点を間違えてはならないぞと言い聞かせました。それというのも、幕府の威勢が強いので、武士たちの中には、ややもすると皇室の御恵みを忘れ奉る者があったからです。武士がそうですから、一般の国民はなおさらのことです。光圀は深くこれを嘆き、北畠親房のことを忍ぶにつけても、正しい国史の本を表し、尊い国柄を明らかにして、人々を導かなければならないと考えました。まず、京都の学者、山崎安西の門人や、多くの優れた学者を招き、第111代御祭天皇の御代に、いよいよ国史の編纂にかかりました。光圀自身も古書を調べ、編纂をすべ、特に正成はじめ、吉野の中心の自責を明らかにしようと努めました。その国史は、光圀一代の間に主な部分はできましたが、何分にも大掛かりな計画なので、その後、子孫代々、これを受け継ぎ、250年という長い年月を経て、明治39年にやっと完成しました。これが名高い大日本史であり、この事業が進むにつれて、水戸藩には大義名分を説く学者が次々に現れ、その学問は世に水戸学と言われて、国民の尊王精神を引き起こす、大きな力となりました。光圀はやがて隠居し、元禄年間、西山に極めて質素な住まいを構えて、梅の花のような気高い生活を送りました。しかも、たゆみなく大日本史の編纂を進め、また正成の碑を港川に建て、自ら筆を取って、これに、ああ中心、南氏の墓と記し、その忠誠を世に表しました。行き交う人々はこの日を仰いで、正成の忠誠を心に深く刻みました。また、吉野の中心の自責をたたえた太平記もこの頃盛んに愛読され、尊王の精神は次第に国民を目覚めさせるようになりました。学者の中には我が国の古書を研究し、特に古い国語を詳しく調べて大和心をはっきりさせる必要があるという考えから、万葉集や古事記を研究する者が次々に現れてきました。こうして起こった新しい学問を国学と言います。光圀は早くこれに目をつけ、大阪の僧慶忠が古い言葉に詳しいと聞いて、これに万葉集の解釈を頼みました。その後、京都の加田東麻呂、
遠江の鴨真淵、伊勢の元織乗りながらが、次々に出て、ますます国学の研究を進めました。宣長は寛政の頃の人で、いわば国学を大成した学者であります。宣長は学者の中に品をたっ飛び、我が国を癒しむ者が多いのを嘆き、日本の国柄が万国に優れていることを明らかにするため、多くの本を著しました。中でも名高い古事記伝は、古事記を詳しく研究したもので、宣長はこれを作り上げるのに、34年の長い年月を費やしました。質素な四畳半の書斎に閉じこもって、夜となく昼となく、著述に励み、疲れると部屋の隅にかけてある鈴を鳴らして心を慰めながら、また筆を取ったということです。その書斎を鈴の屋というのは、こうしたことから付けられた名であります。宣長は桜の花を好み、自ら描いた肖像画に、四季島の大和心を人とあば、朝日に匂う山桜花と書き添えていますが、この歌は我が国民の精神をいかにもよく読み表しており、広く世に伝えられ、もてはやされている名歌です。宣長の門人は全国にわたって500人に近く、いずれも死の志を継いでその説を世に広めました。中でも出羽の平田篤胤は幕府をはばかることなく盛んに尊王の大義を説き、人々に深い感銘を与えました。篤胤と同じ頃の学者頼山陽は20年の心血を注いで日本外史という本を著し、特に楠木氏や新田氏らの忠誠を称えました。尊王の熱情に満ち溢れたその文章は、人々を深く感動させました。こうした学者の研究や主張が、次第に世の中に広まるとともに、一方、尊王の運動は、早くも桃園天皇の御代に起こりました。すなわち、京都に竹之内式部、江戸に山形第二らが現れ、密かに尊王大義を説いて幕府を非難し、重い刑罰に処せられました。しかし、ひとたび燃え上がった火は、幕府の力で抑え切ることができないのです。やがて、降格天皇の御代には、高山彦九郎、蒲生薫平が出て、共にその一生を尊王の大事に捧げました。彦九郎は神津に生まれ、13歳の時、太平記を読んで、尊王の熱意に燃え立ちました。大きくなるにつれて、忠誠の心はいよいよ深く、諸国を回って大義名分を説きました。途中京都を通る時は、必ず御所を節拝み、官類を抑えることができませんでした。後、筑後の久留米で、時勢を嘆いて自害しましたが、息を引き取るまで、形を正して、はるかに皇居を拝んでいたということです。薫平は下野の人で、各地の御陵を巡拝し、第120代、仁孝天皇の御代に、三陵士という本を表して、朝廷に立て祭り、また、幕府にも差し出しました。三陵士が出て、今まで世に知られていなかった御陵も明らかになり、荒れていた御陵は、後にだんだんご修理申し上げるようになりました。こうした人々の努力によって、国民は我が国柄の尊さを知り、外国の船が日本を伺い始めた寛政の頃から、尊王の精神が
次第に高まってゆきました。明治の御代、朝廷では尊王の志の厚かったこれらの人々に対し、その功をお褒めになって、それぞれ位をお授けになりました。第十一、移りゆく世。一、解剖。幕府が国を閉ざしておよそ150年の間に、海外の形勢がすっかり変わりました。まず、オランダが盛んになり、一時は世界中の貿易を独占するのではないかと思われるほどでしたが、あまりに利益をむさぼって各地の人々から嫌われ、かつ海軍が振るわないため、次第に衰えてしまいました。これに代わって栄えたのがイギリスであります。イギリスは東山天皇の御代、富士に宝永山ができた年に本国が一段と大きくなり、勢いに乗じてインドの侵略を進めました。また、北アメリカからオランダやフランスの勢力を追い払って、その産物や貿易の利益を占め、やがて世界で一番豊かな国になりました。ところで、イギリスは北アメリカへ渡った移民に対し、いろいろむごい仕打ちをしましたので、それら移民はついに反旗を翻し、本国から独立して新たにアメリカ合衆国という国を建てました。光覚天皇の天明年間、今から160年ばかり前のことであります。一方ロシアは我が天正の頃からシベリアの侵略を始めていました。どしどしと東へ手を伸ばし、やがて満州の国境に迫りました。そこからさらに南へ下って、どこかに不凍港を得ようとするのです。その頃、満州や支那を治めていた清は、兵を出して、たびたびこれを退け、条約を結んで、外港安令を国境と定めました。ロシアは仕方なく進路を東へ転じて、カムチャッカ半島を占領しました。これもちょうど我が国では宝永山のできた年にあたります。ここを根城にして、なお東の方、アリューシャン列島からアラスカを侵略し、さらに南下して、千島列島を伺い、イルクーツクに日本語学校を設置するなど、我が国を侵略する準備を整えました。寛政四年、ロシアの使節が根室へ来たのはこうした野心の現れであります。幕府は北方が危ないと知って急いで解剖の手配りをし、近藤十三に蝦夷地を巡視させ、高田屋貨幣に択捉島で漁場を開かせ、また伊能忠敬に蝦夷地の測量を命じました。さらに、函館奉行を置き、南部津軽の二藩にも北方の警備を命じました。やがて文化元年、またもやロシアの使節が長崎へ来て通商を求めましたが、千島樺太に対するロシアの圧迫はこの頃一段と加わりました。幕府は沿海の諸藩に命じて、ますます解剖を厳しくさせ、乱暴を働いた外国船の打ち払いを許すことにしました。また、函館奉行を松前奉行と改め、仙台会津二藩の兵を警備に加えて、北方の守りを固めました。間宮林蔵が幕府の命を受けて、樺太や沿海州を探検したのも、この時のことであります。折も折、イギリスの軍艦が長崎港を襲って乱暴を働き、
時の長崎奉行松平康房が責任を感じて切腹する騒ぎが起こりました。その後、栄冠はしきりに我が近海に出没し、仁孝天皇の文政元年にシンガポールを占領してから、その乱暴はいよいよ激しくなりました。国民は大いにこれを憤り、攘夷の気勢が年とともに高まっていきました。幕府もついに決心して、文政八年、我が近海に近寄る船は見つけ次第これを打ち払えとの命令を下し、高島四郎大夫、江川太郎左衛門らを用いて新しい兵器や戦術を研究させ、軍備の充実を図りました。諸大名の中でも、水戸の徳川斉昭をはじめ、薩摩の島津斉昭、佐賀の鍋島直政、福井宇和島津野諸藩主など、盛んに攘夷を唱え、かつ解剖のことに努めました。分けても、斉昭は光圀の志を継いで、尊王の心に厚く、講道館という学校を建てて、大いに文武の道を励まし、盛んに大砲を作って、攘夷の準備を整えました。ところがこの頃、幕府も大名も、一般に費用が乏しく、十分な軍備を整えることができません。また、長い間の太平に慣れて、人々の心はなかなか引き締まらず、一時上がった攘夷の気勢もとかく鈍りがちです。その上、天保年間には全国に飢饉があり、大塩平八郎が乱を起こし、老中水野忠邦の政治改革も評判が良くないというありさまです。自然、渡辺崋山や高野長英のように開港を唱える者も現れました。これらの人々は洋楽を学んで、一通り海外の形勢を知っていましたので、しばらく攘夷を控えて通商を許し、まず国力を養うことが大切であると考えたのです。幕府は人々の心を惑わすものとしてこれを罰しました。やがて天保11年、ちょうど紀元2500年に、秦と英国との間にアヘン戦争が起こり、秦の敗れたことが我が国へ伝わりました。幕府は驚いて天保13年、前に出した外国船打ち払いの命令を緩めました。英国は秦と条約を結んで香港を取り、東亜を侵略する根城をさらに加えたのであります。この形勢を見て佐久間象山や高島四郎大夫は国防充実の必要を唱え、佐藤信弘も国力を養い、進んで南方に根城を構え、秦と結んで西洋諸国の侵略を防がなければならないと説きました。それに弘化元年にはオランダが使節を来朝させ、秦の敗れた様子を詳しく述べて、しきりに開国を進めますし、米国も東亜へ手を伸ばし、秦と通商条約を結ぶありさまです。幕府は文化文政から天保にかけての40年の間に、すっかり衰えました。オランダの申し出を拒んで解剖に努めながらも、鎖国か開国かに迷い始めました。しかもこの間に、三つのもと攘夷の実行を説く尊王攘夷論が水戸藩を中心に猛然と起こりました。幕府の曖昧な態度を責める声が日ごとに高まってゆきます。こうした中に、弘化3年、
孝明天皇が御年16歳で御位をお継ぎになったのであります。2. 尊皇攘夷。孝明天皇御政。朝夕に民安かれと思う身の心にかかる孤独にの船。賢くも孝明天皇は国書以来かつてない困難な時勢に際したじろぐ幕府を励まし、踏み迷う民草を導いてひたすら難局の打開にお務めになりました。特に外交のことについては日夜御心を用いさせられ、我が国威を傷つけないようにと常に幕府をお諭しになりました。天皇が御位をお継ぎになった頃、我が公安を伺う外位には新たにアメリカ合衆国が加わりました。アメリカは独立後西方へ領土を広め、嘉永元年にはついに太平洋岸に達しました。しかも太平洋における活動の基地を我が国に求め、嘉永6年ペリーを施設として通商を迫ってきました。ペリーは戦艦4隻を率い、途中小笠原諸島や琉球列島の占領を目論みながらも、ひとまず浦賀に怒りを投じ、盛んに空砲を放って人々を脅かし、幕府に国書を差し出しました。その夜、浦賀の山々、海岸一帯にかがり火が燃え盛り、夜通し警鐘が鳴り響いて、物々しい光景を呈しました。幕府は、こと重大とみて返答を翌年に伸ばし、やっとペリーを返した後、直ちにこのことを朝廷に奏上しました。一方幕府は諸大名の意見を聞きましたが、攘夷論が盛んであるのに鑑み、攘夷の方針を立て、ひたすら解剖に努め、鎖国以来固く禁じていた大船の建造もこの際に許すことにしました。ペリーが来た翌月、ロシアの使節もまた長崎へ来て通商を求めましたが、これも後日を訳して引き取らせました。早くも年が改まって安政元年となり、ペリーは再び神奈川沖へ来て返答を求めました。ところが幕府は解剖に自信がないので、攘夷の決意もくじけ、とりあえず和親条約を結び、下田函館の2港を開いて燃料や食料などの供給を約束しました。ついでイギリス、ロシア、オランダともほぼ同様の条約を結び、ロシアとの国境問題は千島を分有、カラフトを共有と定めました。安政3年、和親条約に基づき米人ハリスが総領事として着任し、やがて将軍家定に謁して世界の形勢を説き、巧みに通商を進めました。幕府もついにこれを認め、通商条約の草案を作って安政5年勅許を仰ぎました。ところで諸藩の間にはかねて攘夷の規制が強く、幕府が和親条約を結んだことさえ非難の的になっている際です。天皇は国民の意見がまちまちであるのを大層ご心配になり、なおよく諸大名との表情を尽くすようにとお諭しになりました。幕府は進退極まり、彦根藩主井伊直助を大老に挙げてこの難局に当たらせました。この頃英仏の連合軍が秦を破って天津の砲台を陥れ、
勝ちに乗じて我が国を襲うとの噂が伝わりました。ハリスはこの形勢を解いて条約の調印を迫ります。直輔はことを長引かせてはかえって不利と思い、ついに勅許を待たずに安政の仮条約に調印し、ついでオランダ、ロシア、イギリス、フランスともほぼ同様の条約を結びました。しかもこの条約は函館、神奈川、長崎、新潟、兵庫の5港を開いて貿易を許したことのほかに、我が国にとって随分不利な点の少なくないものでありました。徳川斉昭の大名や吉田松陰らの志士は、幕府が国威を傷つけたことを嘆きもし、また憤りもしました。その上、将軍家の世継ぎ問題も絡まって、直輔を非難する声はいよいよ激しくなりました。そこで直輔は、幕府に反対する公家大名や松陰をはじめ、橋本左内、梅田運賓らの志士数十人を厳しく罰して、この騒ぎを鎮めようとしました。尊王の心に燃える志士たちは、幕府の命によって次々に痛ましい最後を遂げました。身はたとい、武蔵の述べに朽ちぬとも、とどめおかまし、大和魂。松陰はこう歌って国家の前途を憂いながら、まだ30歳という若さで惜しくも倒れました。しかし、松下村塾で育った人たちは、よく松陰の志を受け継ぎ、また、水戸の弘道館からも、続々尊王の志士が現れました。こうして、直輔は、攻撃の矢面に立ち、万延元年3月3日、ついに水戸の浪士に襲われて、桜田門外で倒れました。昨日は心ならずも獅子を切り、今日は思いがけなく獅子に刺される。我が国にとってのよくよくの難局でありました。ともあれ、直輔の死によって幕府はその威厳を失い、尊王攘夷を唱える人々は、やがて幕府を倒そうと考えるようになりました。幕府は朝廷におすがりして世の信用を取り戻そうと努めましたが、これがかえって志士たちを憤らせました。その上、諸外国の居留民は横柄に威張ります。あれやこれやで攘夷の規制は湧き立つばかりです。万延元年、水戸の斉昭が亡くなると、尊王攘夷の中心は東から西へ移って、薩摩長門、土佐諸藩の志士が続々上洛し、京都は急に活気づいてきました。文久2年には、薩摩の島津久光が大兵を率いて入京します。やがて長門土佐をはじめ、西国の諸藩主が次々に上洛するありさまでした。恐れ多くも孝明天皇は、何とかして幕府に政治を改めさせ、国民の心を一つにしたいものとお考えになり、西国の諸藩も幕府が人材を用いて失政を償うようにと望みました。そこで天皇はまず勅使大原重富を江戸へお下しになって、政治の立て直しをお命じになり、さらに勅使三条実富をもって攘夷の決行を仰せつけになりました。将軍家茂は慎んで仰せに従い、徳川斉昭の子一橋慶喜らを幕府に入れて政治を改め、松平容保に京都の守護を命じ、文久3年、自ら上洛して
上位の日取りなどを奏上しました。ところがこの頃、長州藩と薩摩会津などの諸藩との間に上位に対する意見の隔たりから不和が起こりました。朝廷でも上位を一時お見合わせになりましたので、上位に熱心な長州藩はすっかり面目を失い、獅子は焦って大和や田島で尊王攘夷の旗揚げをするありさまでした。元治元年、長州の藩兵が京都で薩摩会津などの藩兵と衝突し、勢い余って旧門を犯しました。朝廷では幕府に長州をお打たせになりましたが、藩主らがひたすら罪をお詫び申し上げましたので、ことは穏やかに収まりました。やがて朝廷では内外の形勢に照らして、慶応元年、通商条約を勅許あらせられ、薩長の間も土佐の坂本龍馬らの努力によって元通り仲良くなりました。ところで、幕府は力もないのに、あくまで長州藩を懲らしめようとして、慶応二年、長州の再生を企てましたが、かえって散々に敗れ、この形勢不利のうちに、家持ちは大阪城で亡くなりました。朝廷では、戦を中止するようお命じになり、やがて、慶喜を征夷大将軍に、お任じになりました。慶応二年の暮れ近く、孝明天皇は御病のため、御年36歳でお隠れになりました。御世は、皇家、嘉永、安政、万延、文久、元治、慶応にわたって、21年、内外多事の折から、片時も御心をお休めになるお暇もありませんでした。賢くも高祖高僧の神霊にひたすら国難を除くことをお祈りになり、万民を慈しんで常にその進むべき方向をお示しになりました。朝廷のご意向は年とともに高まり、諸政一新の大御業のまさになろうとするとき、にわかにお隠れになったのであります。まことに恐れ多くも、また悲しい極みでありました。